3.14159265896538973。必死で覚えてた円周率はある日 3.14 でいいんじゃんってなったらしい。そうやっていろんなことが突然意味を失う。僕が生きる意味だってもうない。隣にこんな綺麗な人が住んでたとか聞いてないぞ。てか頭良さそう。学生さんかな。
これからよろしくね。友達いないのかな。脱いだ。ちょ、どこ？お兄ちゃん、お兄ちゃんいる？お兄ちゃん、お兄ちゃん。ダメ、止まんない。違くて、こんなのがドアに。不審物じゃないかなって。その物騒な世の中ですから。ここのアパートの人？あ、はいはい、あそこに引っ越してきた。でも2年前ですけど。あ、お隣の方。どうも、宮市です。その、クロスです。どうも。どうも。あ、ごめんなさい、料理してて。あの、もしよかったら一緒に食べませんか？スウェットの紐ビローンって。あ、いや、すいませんていうか、座って。なんか、もろもろすいません。気にせずで。料理は多く作った方が美味しいんだって。物理学的なメカニズムで証明されてたりするし。やっぱり頭いいんですね。やっぱり。あ、いやいやいや、あの、なんでもないです。美味しいです。すっげー美味しいんですけど。けど。一気に言っていいです？どうぞどうぞ。
たって夢みたいだ。おやすみ。今更なんですけど、どうして宮市さんは僕なんかと。どうしたの？自分で言うのもあれなんですけど、人として終わってると思います。気づいてると思うけど、僕何もしてません。予備校も辞めてバイトもしてない。私と一緒にご飯食べてるじゃん。でも宮市さん絶対そのうち、あれなんでって思うじゃないですか。この人いつまでうちでご飯食べるんだろうって思うじゃないですか。思うかな。そしたらこれもある日終わるじゃないですか。パタッとブチッと切れておしまいじゃないですか。でもさ、切れるほどつながれたら良くない？ダメだダメだ、犯罪だ。やっぱやめよう。刺しちゃダメって契約書に書いてあったの。うん、よくないな。
んかカッター持ってた。で、振り向いて。いやいやいや、ないないない、ありえない、見間違え。クロス君の部屋で食べたいな。あの、ん？この間のね、質問の答えなんだけど。はい。どうして僕なんかとってやつ。クロス君は不安になることない？自分が異常なんじゃないかって。ずっと一人でいると他人と自分を比べたくなる。自分は普通なんだって確かめたくなる。逆にさ、大勢といるときは自分が自分でいたいと思う。私がクロス君とご飯食べてるのは自分が今正常かどうか確かめるためだよ。要はバランスなんだよ、クロス君。やっぱり幻覚じゃん。帰るぞ、宮市。うん、じゃあまた。友達？見えてるぞ、クロス。おはようございます。これから大学ですか？そう。クロス君は？あ、ちょっとコインランドリー的なところに。うちの洗濯機使っていいのに。それはさすがに。じゃあ今日も一緒に食べよう、クロス君の部屋で。はい。じゃあ私駅だから行ってきます。行ってらっしゃい。
るわけないよ。宮市さんいい人だし可愛いし。てかなんだこのタワじゃない、殺してる。あが殺してるところ見てたの？すいません。いつから？ちょっと前から。呆れる。それでも一緒にご飯食べてたんだ。だって殺されたいの？僕は死ぬつもりだったんです。でも死ねなくて、あの穴から宮市さんを見つけて、宮市さんのことが好きになって死ぬの保留にしてたんです。それに今逃げてもどうやって生きていけばいいかわからないから。クロス君面白いね。すごく興味深い。え？今この瞬間のクロス君の気持ちを聞かせて。この瞬間ですか？何もなくなって死を待つ。
その心の中で思うことは、思うこと、宮市さんと付き合いたい。うん、いいよ。はい。じゃあ、え？新鮮な血はね、鉄の味じゃなくて塩味なんだよ。まだダメ、殺しちゃうよ。私を覗いて。じゃあさ、もうほんと連絡してよ。お父さんもお母さんも心配してんだからね。もうね、毎週毎週来なくていいって。今度ちゃんと顔出すから。もう絶対だよ。あ、うん、あ、サンキュー。あ、どうも。どうも。どうも。じゃあね。綺麗だね。私完全に丸見えだったんだね。すいません、すぐに塞ぎますから。いいよ別に、付き合ってるし 2LDK 感覚で。あの、本当に僕なんかが宮市さんと付き合ってるんでしょうか。うん、付き合ってるよ。じゃあその僕のどんなところを。クロス君は私のどこが好き。まるっと。やだ、テリちゃん。まずはバイトでも始めないとですね。あっ、357ですね。手抜かねえと。コンビニでバイトするメリットないっしょ。いやでもせっかく雇ってもらったんで。はい。あ、そう。
ただいまお疲れのご様子で。部屋来て話したらいいじゃないですか。でももう夜も遅いし。ん？彼氏ってどういうものか考えてたの。付き合うの初めてだから。あ、今なんか想像してたでしょ。いやいや、そんなクロス君に明日ちょっと付き合ってほしいんだけど。それはつまりデート的な。ああ、でもあれか、急にバイト休むの無理か。あ、いや、適当に手抜かないとコンビニでバイトするメリットないっしょ。壊れちゃって。いえいえ、これこれ。どうしたの、クロス君？僕、二浪した上に予備校クビになってるんで、今大学にいるってだけでコンプレックスがほとばしってます。こんにちは、宮市さん。その方は彼氏です。え、彼氏。私付き合うの初めてだから。今日はありがとう。本当助かった。どうしたの？やっぱり受験再開しようかな。は？来年ここに入って宮市さんにたかる虫どもを追い払います。死のうとしてたとは思えないポジティブさ。今は一緒に生きていく未来しか見えてませんから。僕、宮市さんにふさわしい男になります。ふさわしい？私、殺人鬼だよ。しかも現役ですからね。実は昔、的なノリじゃないからね。それっていつまで？お腹すいた？はい。じゃあ今日も食べよっか。え、なんです？大丈夫？帰り茶浴びてない？宮市さん、あそこ外ですよ。外でも中でも殺すときは殺すよ。なんでいつも僕の目の前で。だって恋人でしょ。え？これ愛情表現なんですか？
ていうか、あの人たち宮市さんに何かしたんですか？私には特に。じゃあ宮市さん、誰でもその無差別に殺すんですか？その時々でルールを決めてるかな。ロックチャンネルのマサノブです。ノブコよ。ここ最近は巷に泳いでる犯罪者リスト化して良き時に殺してます。それはつまり正義の味方的な。そう見える？あ、いや、そうだといいなって。ダメでしょ、どんな理由があっても人殺したら。全然事件になってない。お前手伝えよ。え？疲れた。え？お前。ああ、すいません。すいません。ああ、すいません。こんにちは。猫好きなんですか？そうね、猫派か犬派かって言ったら、まあ断然猫派だよね。猫可愛いっすもんね。ね、可愛いっすね。肩やバッサバッサと人間を。でも可愛いんだよな。バイト終わったの？はい。食べていいです？どうぞ。袋の中にはパピコが一つ。袋を叩くとパピコが二つ。どうぞ。どうも。はい。ありがとう。うん。ついに携帯も復旧。ああ、いらっしゃいませ。あと、唐揚げとアメリカンドッグ。はい。あれ？お兄ちゃんのアパートの。え？ああ、一階の川崎の妹の春子です。兄がいつもお世話になってます。むしろこっちこそ美味しかったです。え？あ、いや、あのホットスナックのお金いいです。いや、ダメですよ。いや、いいの、むしろ廃棄になっちゃう分だから。じゃあお言葉に甘えて。
ただいま。あれあれ、これは川崎さん、どうして宮市さん、ダメ、やめて。そんな大きな声出さないでよ。下が来たらどうするの。宮市さんが犯罪者を殺すって、川崎さんが何を。ちゃんと覗いてて。なんで。まったく、宮市はこんな奴のどこがいいんだ。度胸あるのかバカなのか。あなた誰ですか。ここで何してるんです。宮市の頸動脈切断、美しすぎて震えるだろう。別の意味で震えますけど。っていうか答えてくださいよ。私は延命寺レイナ、死体回収と現場清掃に来てる。死体回収。そこ、上腕皮膚拳法は状態悪いから破棄でいい。てか宮市があれだけ人殺しておいて捕まらないのを不思議だと思ったことないのか。え、ああ不思議だな。お前全体的にゆるっとしてるな。世の中にはな、新鮮な死体を必要としている人たちがたくさんいるんだよ。私も含め。うわ、宮市が生み出す死体は競争率半端ない。宮市さん、彼女はどこに。食事にでも行ったんだろ。殺すと腹減るらしいから。じゃあ、あのちょっと待った。どうして宮市さんは
川崎さんを。まあ百聞は一見にしかずだ。近所の猫を餌付けして殺してた。そのやり口を聞けば同情心なんて吹っ飛ぶ。知っとくか。おいおい、何を落ち込んでる。お前もそのうち殺されるのに。それ以外の目的で宮市が人と接するなんてありえないんだよ。あいつに例外はない。落ちるところだったよ。ベランダ伝ってきたんですか。うん、だってクロス君ドア開けてくんないんだもん。いや、そのちょっと体調悪くて。じゃあ温めてあげる。ちょ、宮市さん近い近い。いいじゃん、恋人同士なんだし。それはそのそうだけど。歯切れ悪いな。私のカッターの歯みたいにシュパッとさ。今のは何が面白いかっていうと。じゃなくてその人殺しはダメですよね。ちょっと抽象的すぎてわかんない。はっきり聞いてます。人を殺すのはダメですよね。猫かわいいでしょ。そういうことじゃなくて。知り合いが殺されたから。いや、川崎さんには同情なんかしません。ただ。え、待って、殺されて OK な人と NG な人がいるの？それは。それを誰が決めるの？だからその法律で公平に。生まれた国や時代によってコロコロ変わる価値観でしょ。公平なんてないない。僕は見たくなかったです。
あの宮市さん。何よ。帰りは玄関でいいと思うけど。こんにちは。あ、春子ちゃんだっけ。どうも。あのお兄ちゃん最近見かけました。あの人大学ちゃんと行ってるのかなって。それはそのどうかな。全然実家帰ってこなくて、私が週一で様子見に来てて。あ、でもバイトが水曜日休みなんでいいですけど。宮市さん？その人誰？あ、川崎春子です。ここに兄が住んでまして。じゃあ、うちで待つ。え、いいんですか？ダメダメダメ。宮市さん、今日は出かける予定じゃないですか。あ、そうだっけ。とにかく、川崎さんに会ったら連絡するよ、言っとくから。ね。ね。じゃあ、お願いします。殺そうとしました。どうしよう。また水曜日来ますよ。そのうち絶対バレますって。大丈夫でしょう。この世から跡形もなく消えてるし。言い方。さあ、ご飯冷めちゃうよ。いただきます。本当に殺したりしません？言っときますけど、私にもルールあるから。口封じの殺しなんて品格疑われちゃう。殺しに品格。漂ってるな、クロス。ウォーキングデッドかと思ったぞ。生きてますよ。生きた心地しないですけど。お前は夢中になれるものはないのか。ちょっとは宮市を見習え。その宮市さんのライフワークのせいで川崎さん探すの付き合わされてるんです。は？死んでるのに見つかるわけないだろ。分かってますよ。そう、カリカリするな。お前が命を担保にする覚悟あるなら協力してやる。お前、いい伝部してるからな。人としては無価値だけど、いい死体になる。警察に？はい、
両親がもう1ヶ月以上実家帰ってこないからって。で、捜索願いを出したの？いえ、私が止めました。警察沙汰とかお兄ちゃんの就活にも響くと思うし、さすがに大げさかなって。うん、僕もそう思うよ。それで黒須さんにお願いなんですけど、これから大家さんに話してみようって、一緒に来てもらえませんか？大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫。いや、でも今日はちょっと、私一人じゃ心細くて。お願いします。もうやだよ、中で死んでたりしてたら。そんなこと絶対ないですね、クロス。でも部屋にはいないかなって。入りますよ。あれ、留守みたいだな。もう何してんのよ、あの人。こそっぽりした部屋だ。あれ、ちょどっか行ってるみたいだね。こんなこと言いたくないけどさ、干渉されたくない年頃だろう。お兄さんの部屋綺麗だったね。そうですか。一人で行ったのかな。わかんないけど、就活ブルーじゃないかな。でもなんかちょっと安心しました。付き合ってもらっちゃってごめんなさい。あ、全然気にしないで。まあ何かあったら相談してよ。いや、それはさすがに彼女さんに怒られちゃいそう。はい。ああ、あの人彼女ですよね。隣同士で恋人ってなんかいいな。いや、どうかな。まあ付き合ってはいるけど、人としては平行線っていうか、混じり合えないっていうか。なんかクロスさん深いですね。いや、僕浅いんだよ。浅瀬で溺れてるだけで。丸子収まった。何もしてないけど。あの宮市さん。ん？今日誰かと会いました？は？大学行けば誰かしら会うでしょ。はい、隠し事した。僕を捨てる準備を密かに進めてんじゃないですか。っていうか、クロス君はさ、何をそんなにあのメガネの子のために動き回ってるの？え、いや、それは結局はレイナが仕事してくれたみたいだけど、ほっとけばいいって言ったよね。やっぱりレイナさんは。意外だよね。人とつながるのああだこうだ言ってたのに、がっちりつながろうとしちゃって。こっちこそ意外ですよ。なんでさ、あのパリピギラギラに黒光りしちゃって、やらしい。クロス君こそ、あの舌足らずに必死になっちゃって、あの子幼稚園でベロの成長終わってんじゃない？あの子のためじゃないよ。僕は宮市さんのことを思って。
だダメ。殺しちゃうよ。ちゃんと待ち友だったんだけど。何してんの？その気持ちはお察しだけど、これから仲間になるわけだから。は？断りに来たって言ったけど。ぐっちゃんの死体どこやった？他にもバッサバッサ殺してるよね。それにあんたなんかいいルート持ってるでしょ、死体処理。よくわかんないんですけど。あのさ、仕事で動いてる警察と一緒にしないで。ガチで生きてる俺たちの捜査能力舐めちゃダメよ。最近俺らのレインボーメスのルートを荒らそうとしてる奴らが次から次へと湧いてくんだ。そう、正直ルート維持すんの俺たちだけじゃ無理なんだよ。そこであんたに大掃除して死体も消しちゃってもらいたいわけ。ぐっちゃんやった時みたいにさ、簡単なんだろ？無理でしょう、殺しとか。じゃあ私はこれで。クロスだよね、あの隣人。彼氏？ペット？保存食？さらっちゃうよ。お疲れ様でした。あれ、宮市さん？まさかのお迎え？いや、たまたまです。こんなジャストタイミングで待っててくれたんじゃないですか。じゃあそれでいい？いやいや、反論しろよ。らしくないですよ。明日の夜ご飯何にします？何でもいいよ。あれ、春子ちゃん。こんにちは、急に来ちゃってすみません。今バンコクにいるって。これが家に届いてて、クロスさんには伝えとこうって。いやでも、ほんとすごい。全然すごくないですよ。何してんだって両親切れてましたよ。無事に帰ってくればいいけどね。宮市さん、でもほんとですよ。いきなり海外一人旅とか、危機管理能力、危機管理能力。はるこちゃん、あれすいません。あれ、はるこちゃん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 。ちょ、何してるんですか？準備だけ。何のですか？ていうか、紅茶に何か入れました？ちょ、なんでですか？なんで？口封じじゃ殺さないって、品格疑われるって。私のルールは私が決めるから。
こんなに身近でバタバタ殺してたら警察だって動きます。僕は宮市さんに捕まってほしくないんです。この子もバンコク行って事故死すれば問題ない。捕まらなくったって人を殺すって危険なことでしょ。宮市さんが殺されることだってあるかもしれない。だからもう殺さないで。だったらクロス君が殺して、カッターを喉に差し込んでかっきりながら引き抜くだけ。そんなことできない。すっごく簡単なことだよ。でもできないんです。嘘だよ。暗くなる前に駅まで送ってくから。そんなに優しいとどうしたらいいか分かんなくなる。いや、優しいわけじゃ。クロスさん、宮市さんのどこが好きなんですか？どこってまるっと私クロスさんのことが好きです。あーごめん、あーごめん、ごめんごめんごめん。私じゃやっぱりダメかな。うわー、レーナさん。お邪魔しました。ん？なんであいつ生きてんだ？宮市が私に依頼しておいて殺してなかったのは初めてだぞ。お前、宮市を無駄に狂わせるな。どうせ宮市とお前はつながらない。狼は狼としかつるまない。群れでしか生きられない奴は収まるとこ収まっとけ。この間はすみませんね。私も暇じゃないんだからな。っていうか何をそんなにチューチュー吸ってるんだ。
パピコ、アイスだけど。うまいのか？超うまい。食べる？いや、人の食べかけは唾液が混入してる。大丈夫。二つセットだから。元はこうやってつながってる。宮市がどう殺そうが、どう生きようが自由だ。ただ刃先がぶれた汚い死体を私は回収しない。この間はごめんなさい。いや、こちらこそ。でも私本気なんです。僕はさ、お兄さんを心配してるっていうからお手伝いしてただけで。黒さん言ってましたよね、宮市さんとは混じり合わないって。いやいやいや、そういう意味じゃなくてね。私となら混じり合います。いや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 、クロスさん振り回されてるだけなのに好きだって勘違いしてませんか？振り回されてるだけ。あの人、クロスさんのために自分を変えたりしない人。明日の8時、この喫茶店で待ってます。だから、それまでちょっとだけ私のことを考えてくれませんか？自分を変えない人か。あれ、レナさん。え？痛い痛い痛い。浮気だと思ってたんだ。はい。とりあえず良かったです。そっか、はい、よかったよかったよかった。じゃあ宮市説得してくれんのね。それはしないです。あ、じゃあ友達殺されたんですけどって警察行くわ。もう帰っていいよ。それは待って。じゃあ説得する？しないです。警察行ってきて。だから待って。何をそんな意固地になってんの。プラス10人15人殺させたって変わらんでしょ、殺人鬼なの。違う、それとこれとは違う。殺しにどんな違いがあんだよ。ん、生贄にゆくん。ダメですよ、宮市さん。何がダメなの？あんな奴らほっとけばいいんです。従う必要はありません。じゃあどうするつもり？どうもしないです。
ロス君、本当に殺されるよ。宮市さんが人を殺すよりマシです。クロス君、今までこっから何覗いてたの？宮市さんです。違くて、私の何を見てたの？人を殺すところを。そうだよね、私は人を殺す、これからも。でも春子ちゃんを殺さなかった。止めようと思えば止められる。止まるわけない。僕が止める。人を殺すのが私なの。そうじゃなきゃ私じゃない。殺さない宮市さんだっている。そういう未来もある。僕は宮市さんが好きだ。死ぬほど好きだ。本当の本当に死んでもいいって思うくらい好きだ。クラス君、私を理解してない。っていうか、しようとしてない。してるじゃないですか。私を覗いてって言ったよね。この中のもっと奥の、ずっとずっと奥の私を見てほしかった。ちゃんと見てますよ。クラス君は人を殺した私を好きになった。でもこれからも人を殺す私は絶対に認めない。クロス君が望む未来はもっと穏やかで、そこに私は必要ないと思うよ。違う、宮市さんじゃないと。今すぐにでも人を殺したくてしょうがない。その気持ちに従えば全部丸く収まる。殺すルールは私が決める。宮市さん、壁の穴もう塞いどいて。ちょうどいいな。お前が死んだら剥製にして椅子にしてやる。何やってるんですか。買い物だ。宮市が超うまいって言ってたんでな。宮市から処理を頼まれた。業者かっていう発注数だったぞ。まあたくさん回収できるのはありがたいか。一日でやるには数が多すぎる。危険だぞ。でも僕には何もできないです。宮市さんは人を殺す。その笑顔を僕は受け入れられない。もう僕には何も。まあ
最初からつながってもいないんだ。切れることもないだろう。クロスさん、ハルコちゃん、ごめん、僕行かなきゃいけない。宮市さんは自分を変えないし、僕は振り回されてるだけだし、そもそも僕なんか必要じゃない。でも僕は宮市さんが必要だから。
しいな。宮市が殺し始めたんならこいつもいらねえか。ほら差し込んでかっ切るんだろ。てめえで死ね。してんの？殺されちゃうところだったよ。てか宮市さん、こいつらに頼まれてたんじゃないんですか？私は私のルールで殺す。頼まれた殺しはやらないから。じゃあさっき殺してたのは？あれはブンブン飛び回るハチさんの仲間。ご心配なく、一匹残らず駆除したから。やっぱり宮市さんすごい。
でもあの時宮市さん笑ってなかった。そう、今も全然楽しくなかった。え？じゃあ殺しはもう終わりってことですか？そうじゃないといなくなっちゃう？何度でも言いますけど、僕はまるっと宮市さんのことが好きだよ、クロス君。嬉しい。クロスは残念だったな。でもあんなに興奮したの初めてだった。あいつの部屋も一緒に掃除しとけばいいか。うん、もう二度とクロス君に覗かれることはないんだね。ほんと残念だよ。なんで殺さなかったんだよ。だってもったいなくて。やっぱりかわいい。一緒に住んでもたまには宮市を覗いてやれよ。
殺すのやめたから。はい。でもクロス君はいつか殺すよ。簡単には殺さないけど。いつでもどうぞ。この頸動脈宮市さんのものですから。あれ、そういえばクロス君名前なんだっけ。ですね。そういうのいろいろ吹っ飛ばしてましたね。私は宮市リオ。よろしく。僕はクロス越郎です。よろしくお願いします。